干拓中の基礎先干拓地国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成基礎先干拓地は木礎川川口にある干拓地三重県桑名郡木礎先町桑名市愛知県野富市にまたがる総面積約444ヘクタール境界問題のもつれなどから長らく未利用地のままになっていたことで知られる 関拓地は南北に細長い形で、北側は、鍋田川、西側は、木曽川の川口部、南側は、伊勢湾の最北部に面している。東側は鍋田関拓地と名古屋港の埋め立て地に接し、陸続きになっている。大部分は、三重県桑名郡木曽崎町に所属しているが、西側の一部が、桑名市に、東端部が、愛知県八富市に所属している。 伊勢湾岸自動車道や富木曽崎 IC の施設が干拓地内に設けられているが、出入り口はない。干拓地事業は1966年に都市近郊の農業地帯としての立地条件を活かして、農業の近代化や経営安定化を図る目的で事業が始まった。当初、国は地理的な位置関係から木礎先の沖合を干拓するということで、 干拓地全域を30県に組み入れるつもりであったが、干拓地は、三重県側とは川に隔てられて接しておらず、愛知県側の土地を延長するような形であったほか、愛知県側の土地が含まれていることがわかり、愛知県との間で県境問題に発展した。三重県側の主張は、干拓事業は、三重県の要請により着手されたものだから、干拓地は、 全域三重県になるというもの。それに対し、愛知県側の主張は終始一貫していたわけではなく、60ヘクタール以上、常識線として115ヘクタール、全面領有両県の地積から東距離線などの主張がなされた。なお、木礎崎管宅地内には、愛知県野富町の地積が、約16ヘクタール、三重県木礎崎町の地積は、 約34ヘクタール、さらに同じ三重県の長島町の地積が約77ヘクタール存在するとされた。県境問題は1989年に干拓工事がほぼ終了した後も続き、実質的に陸地化されていながら、法律上は紅葉水面のままという状態が長く続いたが、1990年、農水省が、 会計監査員から改善の指摘を受け、1994年、両県が農水省の調停案を受け入れる形で、ようやく合意に至った。面積は、三重県が362.5ヘクタール、愛知県は80.9ヘクタール。愛知県の領域は、元からの県境である鍋田川から県境を延長して、 なべた干地との境界を呼び、名古屋港港長防波堤に沿って細く、こを描くように設定され、伊勢湾に面する南端部の実は、両県で半分に分ける形になっている。県境問題の解決により、愛知県側はすべて雇見町に編入されることになったが、この時点では、三重県側は、木曽崎町と長島町との町境は、確定していなかった。木曽崎町側が、 木礎川の中央を町境とし、三重県側のすべてを木礎先町の領有とするよう主張したのに対し、長島町側は当規模に記載されている地籍の割合をもとに3分の2を長島町側とすべきとした。木礎先干拓地の対岸である長島町側として登記された土地が存在した。理由としては、木礎先干拓地の一部が過去にも干拓されたことがあり、 1860年頃に水害などで放棄されるまでは長島町側から現在の木曽崎干拓地の一部へ追松和樹という和樹が伸びていたことが挙げられる。県境の確定から2年後の1996年に県の裁定を受け入れる形で合意が得られ、干拓地の境界問題はようやく解決した。木曽崎町は 干拓地の大部分を占める324.5ヘクタール。長島町は地積の面積に相当する分のみとされ、さらに九郎松和中が長島町の主張よりも西にあったと判断されたことから38.5ヘクタールと長島町の主張する地積の半分の面積となった。町境は住民の利便性や 土地利用の効率性などから一区画を四角く切り取るような形になっている。干拓計画時の1969年、三重県は地元漁協や浅瀬の土地所有者に漁業保障と用地買収の一環で、干拓後の農地の6割にあたる271ヘクタールを優勝で優先配分するとの協定を結んでいた。しかし、その後土地が、 農地以外の目的に使われる見込みとなり、協定が実行できなくなったため、優先配分権の返上に対する保障が行われることとなった。1997年の3月には、地元語漁協が権利を持っていた255ヘクタールについて、三重県が総額142億円を支払うことで合意した。基礎先干拓地に対しては、当初より、 農業利用のみが考えられていたわけではない。1961年には、当時の基礎先村議会が大規模工場の誘致を図るため、農業管宅から工業管宅に改める、胸の決議を全会一致で採択している。その後、事業の進展が思わしくなかったことから、結局農業用地として、管宅事業が進められたが、着工後、 干拓地を取り巻く環境は大きく変化した。名古屋市を中心とした経済圏が広がり都市化が進展したことで事業目的としていた農地利用よりも都市的利用へ転換すべきと見られるようになっていき、形の上では農業用の干拓事業のままだったにもかかわらず、県境問題などをよそに様々な利用方法が語られてきた。 中部新国際空港が計画された際には、基礎先干宅地を含む一帯が候補地に挙げられたが、騒音問題や船の航路への影響などから断念された。その後も、空港断念の見返りとして、臨空、田園都市構想などが提案されたほか、愛知万博で環境破壊が問題になった時には移転先として語られ、首都機能移転が、 話題になった際にはその候補地として、藤前干潟のゴミ処分場問題の時には、藤前干潟の代替地として名前が挙がった。中には、堤防を掘削して、元の日潟を再生すべきとの意見まで出ている。基礎先干拓地に対しては、名古屋市近郊の広大な未利用地ということから、様々な立場から、様々な夢が語られてきたが、このことが、 干拓地の価値を釣り上げ、県境問題などの解決を難しくしてきた面は大きい。2001年3月、三重県と愛知県は農業に代わる、土地利用を進めるための水省からの買い取り契約を締結し、ようやく開発に向けて動き出した。売却価格は、三重県分が117億3200万円、愛知県分が27億8400万円とされる。 売却価格は不動産鑑定業者の鑑定をもとに決められたが、一方で基礎先鑑託地事業に次ぎ込まれた事業費は物価上昇などにより当初予定の28億円から大きく膨らみ、事業費161億円、利子は124億円に上っていた。そのうち返済の必要のある財政等融資からの借入金と利息は約170億円で、 売却価格を除いた残りの25億円については、この間拓事業の特別会計内で調整するとした。主要幹線国道の国道23号や国道1号の、ほか東名阪自動車道の IC にも、近く、特に2002年に開通した伊勢湾岸自動車道に、至っては、ヤ富基礎先 IC が、間拓地内に設けられるなど、交通アクセスには、 申し分のない土地の多くが、手付け数のままさらちの状態に置かれている。農業利用はしていないが、現状では、土地自体は農地に近い状態のために地盤が低く、また、基礎先周辺は、全国でも知られた、低地帯で、干拓地の標高は、マイナス1メートルとなっている。本格的な開発には土地を、約5メートルまでかさ上げする必要があることから、 多額の費用がかかると見られている。そのため、土地の一部を建設発生度や春節度のストックヤードとして共用し、その発生度を森土などの基盤整備に利用することが考えられている。授業が確定していない段階では請求な開発は避け、当面はこの土地の状態のまま極力手を加えず、運動広場として整備するなどの土地利用が考えられている。 2006年2月には、干拓地の北側約173ヘクタールに、運動広場やキャンプ場を整備する事業が開始された。これらは、当初2011年以降順次、オープン予定されたが、公共事業の減少などにより建設発生度が減少したことから見込み通りに進まず、工事完了期日を2014年に延長している。残りの地区については、 物流基地を設ける構想などがある。しかし、長年手付数の状態だったために、野鳥の生息地となり、絶滅危惧種類の中皮の映像も確認されている。このため、干拓地の一部に野鳥保護区を設定することが検討されるなど、今後の整備計画にも影響を与えている。また、着工から長い時間が経ったことで堤防の老朽化も指摘されている。 宝の島として長い境界争いが行われた基礎先干拓地であるがその後の経済状況の悪化などから現実に開発が始まった現在となっては本当に宝の島に変えることができるのか疑問も持たれている2020年12月23日三重県は運動広場の整備を定置とされていた約65ヘクタールについて 建設残土の保管場所に転用することを、木曽崎町長と桑名市長に示し、両市長が3位を示したことで、計画変更が了承された。三重、県政策部、木曽崎観宅地で、土地利用検討、県通り、新聞2011年4月26日、丸紅、メガソーラー受注30、愛知県境三重県。 160億円投資三重解雇94年取材ノートから、お互い信望度100%、中日新聞1994年12月29日、長官15名に ABCD、基礎崎町市基礎崎町役場、1998年3月31日、発行 ABC アスへの伝言、昭和のあの日から三重と愛知、県境問題長引いた宝の島、基礎崎観宅地、 毎日新聞2010年3月2日、中部長官23面後漁協に四4 2億円保証基礎先干宅地の優先配分問題、朝日新聞1997年3月26日、有敢9面中部新空港建設候補地一本化問題で、三重県知事、常名沖を正式表明、中日新聞1989年3月16日、長官3面、 ポートアイランド、運輸省、藤前大体否定的、日経新聞1999年1月5日、夕刊17面、基礎先刊宅地、三重、愛知県購入へ、国の定時額受け入れ、朝日新聞2001年1月25日夕刊10面、基礎先刊宅地、建設残土で、さ上げコード利用を目指し三重県方針、毎日新聞2004年10月7日、 中部長官一面、基礎崎監宅地、仮設道工事始まる、朝日新聞2006年9月2日、長官30面利用されず40年、堤防だけは、老朽30、愛知県境の基礎崎監宅地、朝日新聞2006年5月28日、長官26面、基礎崎長官宅地計画の変更を了承。NHK 新放送局。 2020年12月30日閲覧。ありがとうございます。